はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロヒーローズ、やっていきたいと思います。今回は決勝ラウンドの最終戦ですね。こちらからやっていきます。で、ゲームレベルはもう初級で、とりあえず最終戦を勝つっていうことを、重点的にやっていきます。とりあえずチームデータを、確認していきましょう。で、名前決めないと、まあ、自動的にパワプロっていう名前になって、能力はこんな感じです。ミート D、パワー C、走力 D、肩 D、守備 D、補給 D で、特能は何もないっすで、滝本くん入れてます。滝本くんはね、めっちゃ強いっす。めっちゃね、使えます。もうレベル20なんで、パワーが A の86とかあるんですけど、これ初期状態でもね、確かパワー C くらいあった気がするんで、滝本くんは、おすすめの一人ですね。ホームランどんどん量産してくれるんで。で、ピッチャーは虹谷ですね。虹谷も結構レベルは上げてます。レベル16で、スタミナ B で、変化球が、まあ、7色の変化球がありますので、球速も悪くない、コントロールも悪くないと。これ確かレベル1でも結構強い能力を発揮してます。レベル1でもね、全変化球がレベル2ずつあったと思います。で、矢部くんはレベル13で、山口がレベル10、長野がレベル9で、グラビトン新井が8、小高がこんな感じで、立川はちょっと最近仲間にしたばっかりなので、まだちょっと弱いかな。で、浮島、北斗がね、スタミナが少し少なくて、あと変化球も北斗ってこんな感じだったっけっていうのがありますけれども、まあ、ちょっとそこまで、強いキャラではないですねあと白菜だっけこいつで、神楽坂くん、神楽坂くんもね、もう少しスタミナが、増えてくればかなり強い選手になるのかな。まだレベル4なんで入れたばっかりですね。で、ひじりちゃん、ひじりちゃんは完全にキャッチャーですね。一応キャッチャーね、 D なんだけど、神楽坂くんとのコンビでキャッチャーがね、1上がるんですよ。なので、まあ、ひじりちゃん入れるときは、まあ、できれば神楽坂くんも入れると使いやすくなると。で、虫か。で、鈴本、鈴本もね、初期能力で悪くないんですよ。もうレベル2でこの状態ですから、鈴本くんもおすすめですね。で、大西はね、スタミナがあるんだけど、コントロール G の6って少なすぎだろっていう感じですね。で、神高もちょっと微妙な感じかな。まあ、まだまだレベル1で今回入ったばっかりなんで、まあ、これからというところですね。で、あと下は、ザコプロくんたちになります。で、マネージャーですね。マネージャーは今回ね、初めてね、せっちゃんの評価を上げてみたんですよ。で、これ単純に、まあ、彼女とかそういう感じじゃなくて、好感度が上がっていけば、レベルが増える、レベルじゃねえや、なんか金徳とかくれる感じですね。で、一応せっちゃんはスカウト上手っていうスキルを持ってて、まあ、確率で勝利後のスカウト人数が1人増えるというのを持っているので、まあ初めのね、全然仲間が揃っていない時に使うといいんじゃないかなと思います。で、山吹さんは試合に負けた場合に再試合することができるという、まあ、スキルを持っているので、で、これ好感度が上がれば上がるほどスキルレベルが、上がっていく感じになります。で、せっちゃんはね、金徳がね、すごいんですよ。金徳が、魔術師レベル3とアンダ製造機レベル3をくれました。で、今回初めてやったんで、絶対レベル3でくれるかって言われたら分かんないんですけど、今回のその金徳のシステムなんですよ。魔術師が、まあ、敏将11の技術56、精神8で取れるじゃないですか。守備職のね、コツをね、掴んでないんですよ。で、そうすると守備職人って技術128いるじゃないですか。あれ、これ解骨とかないのかなっていう。で、ちなみにこれ魔術師取ると、まあ当たり前なんですけど、守備職人も普通に習得済みになるんで、今回は骸骨とかっていうのは特に気にしなくていいのかなっていうのがあります。もう一回見てみると、守備職人ですよね。守備職人の、上位が魔術師になるんですけれども、守備職人コツを掴んでないです。なので、敏将26、技術128、精神18と。で、魔術師の金徳、コツレベル3で掴んでると、敏将11、技術56、精神8と。で、これを取るともうそのまま、守備職人も取れますという感じになってるん で、ちなみに多分アンダ製造機も似たような感じなんですよね。アンダ製造機も今技術90だったじゃないですか。で、アベレージヒッターなんて203必要なんでこれはかなり骸骨を気にしなくていいっていうのが、まあ、すごいかなと思います。で、逆に骸骨を掴んじゃうともったいないっていうのが出てきちゃうのかな、そうすると。まあ、なので、あとね、まあ、彼女キャラというかマネージャーキャラが何の金徳をくれるのかっていうのもちょっと、まあ、メモしていって、
まあ、情報としてね、挙げられればと思ってますので、せっちゃんは今回はですよ、今回は毎回かわかんないんですけど、魔術師のレベル3とアンダー製造機のレベル3をくれました。評価上げていけば勝手にくれるんで、まあさほど難しくないかな。運は多分絡まないと思うんで、じゃあ試合の方をやっていく前にアイテムですね、まずアロマグッズの詰め合わせをこれ2つ使います。で、初級でやるとカットビーパッドとかね、ミートアップガムとか総力アップガムとか、ここら辺ね初期状態で持ってるんですよなんでこれを最終試合まで残しておいて、最終試合で全部使うと。オメガレジェンズで俺と勝負しろと、ここら辺はちょっとサクサクサクとやっちゃいます。でお前に勝つと、まあ強くなんかない、結構強いんだよこれ。初級でもねバン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 打たれますから。でそうなんかねコツをつかめるんですよね。ちなみにキャッチャーでやった時は球界の頭脳だったかな、もうコツをつかんだ気がします。で、ここら辺も全部投入していくんで勝ちに徹しましょう。もう基本的にね点の取り合いになります、点の取り合いにもうザラにね15対16とかなんかそんなね試合になります、これ初級でね。だからね中級上級とかね自分の腕だとね多分全然できないですね。だから自分みたいにすげえ下手くそな人はもう初級でとにかく仲間を集めて仲間のレベルを上げて、挑戦しないと無理なんで。で先発は虹谷に任せましょう。よし、じゃあこれでいきます。でメンバーボーナス、まあライバルエースということで山口 と、大西で神楽坂コンビですね。神楽坂コンビ、六道ちゃんキャッチャーリードプラス1になるけど小高になっちゃってんな間違えた、まあいいやん。で、パワースポコンビということで浮島守備力が上がりますと。で基本的にねもうね1回のね表でね普通にね1点取られるんで、1点どころか3点くらい取られるんで。だってねパープロ恒例なんですけど、このね2ストライクに追い込んでから絶対打ってくるんですよね。もう何の球投げてもね打たれるっていう。鈴本とかってナックル持ってるじゃないですか、もうナックルでも毎回打ってきますから一塁ランナーは二塁に進みました。ただねどこに何投げてもねダメなんですよね。打ちました、ショートバウンド。今のはタッチできなかったのかな。アウト。さあ第9投げた、見送ってボール。なんかねすげえいい投球術っていうのがあったらぜひね教えていただきたいんですけど、外れた。先制のピン、もうこいつはね怖い普通に。第9を投げました、だ2ストライクまではポン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 ね取っていけるんですよ。でこの追い込んでからね、おお、いいねいいね。高めのねなんか横にねずれる変化球がねたまに三振を取れたりするんで、メガランブルコールはちょっともう打たないんで追い込まれない限りは。まあやっぱりストレートですね。これちょっと良すぎたかな、当たりが。入ってくるね。よし、 OKOKOK4 番のね滝本くんでねホームランがね打てるかどうかなんですよ。あ、俺もそういや結構パワーはあるんだった。これは上がりすぎか。さあ来たね滝本。滝本はねマジ使える。ほらほんとね強いっすよ滝本くん、おすすめです。で最強大学に勝つと清本くんもうまくいけば手に入るんで、スラッガーがね2人手に入るんですよ。清本もまあ強いっすよ。二塁までご到着しています。さあでもうみんなアベレージヒッター持ってるんで、あ、しまった1点差とかね2点差とか
簡単にひっくり返るんで。さあ初球インコース見送ってストライク、カウントワンストライク。第3球投げました打ちました。これはこういうねフライを取れればな、めっちゃでかいんだけどね。あとちょっとねスティック操作的にまだね低めのコーナーとかにね投げ分けがねできないんですよね。持っていきましたが、きっとボールはコロコロ状態。だからここら辺の操作ももっと練習しないと、まあ、いけないって言ったところですよね。次はどう攻めるのか。顔の前を通過させよう。ビビらせて外側の隅。おお、なんかいい感じだな今回は。一点取られてるね。ここでバッターはオッポー、ウィンドウ決まってストライク。これは見送って、もう打ちました。スタンド滝本、滝本はね若干の守備がしょぼいんで。でもまあサードとねファーストをね守れるのは強みですね。変化球が鮮やかに決まります。このカーブは出るね。わずかに内側。投球これから3球目。これはボールでしょう。カットボールもねほとんど曲がらないんでかなり狙い目ではあるんですけど、ストレートとカットボールですね狙うのは。から下位打線でねなんとか点をねもぎ取らないといけないんだけど、だからここでねゼフ長のやつがいるとアベレージヒッターとかパワーヒッターって発動しないんで、なるべくアロマグッズを一つ持っておくだけでもいいと思います。これはフォアボールを選んでもいいんじゃないかな。ちょっとこれは見送って、カーブがどこに来るかだな。これは入ってくるな。9番ってかっこよさを見せつけます。あ、こいつか。さあ初球、まあ、絶好調なんでミートは悪くないけど、パワーがなやっぱり。ストライク、変化球にキレがあります。バットを出しません。ボール、カウント、オメガランブルホールかな。カウント低めストライク、やっぱり打ちにくいんですよね。打った、いい当たりだ。よし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 。ちなみにねこれ3点差がつくともう勝手に試合が進んじゃうんで、結局また逆転されるっていうね。この塁に出ている段階でホームランをね打てるかどうかなんですよ。そうすれば3点差以上差がつくんで。でも虹谷だとなちょっと無理かな。狙ってみるか、せっかくだから。打ち上げちゃった。次誰だっけ、浮島か。 FF でも絶好調であれば持ってはいけるんですよね。でもあれか、弾道1か。おお、これはパワプロ君は持っていけるでしょう。給料泥棒だかんねこいつ。ああ、今のはボール球か、手を出してしまった。このストレートはボール。オッケー。これでね点差がね開くっちゃ開くんですけど。このまま進んでくれればすげえいいんだけどな。いいねいいねいいね。お、すげえいい。今回一番いいっすねこの進み具合。こんなねうまくいったことないっすよ。いつも10点以上取られるんで。これは見送ってボール。ミッドへ直線。一回外すでしょ。顔の前ビビらせてこの石像でナックルをね捉えられるんですよ普通に。あれ大丈夫だった。いつもポコ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 打たれるのにな。最後をきっちり打ち取って、なんとヒーローズがナルミレジェンズを打ち下しました。吐き出した。あ、球体を体から吐き出したナルミは元の姿に戻っている。ん、何やら二人で示し合わせたぞ。これは投げた。
さん。てかさ、矢部くんさ、これヘルメット、あれヘルメットなの、帽子なの帽子っぽいよね。頭に直撃したけど大丈夫か。で、究極の野球能力が出現した後、しばらくすると島は沈むようですと。フェリーが出航しますと。で、ナルミも一緒に逃げていくと。島が沈んでいく。遺跡が、石像が、コロシアムが。残念ですね、堀杉さん。大会スタッフもお客さんたちも全員無事みたいです。よかったでやんすー。そうだな、究極には興味ないって言ってたけどね。勝利を逃したあの瞬間、何が起きたのか分からなかった。またパワープロに負けた。今あいつの目の前に浮かぶ赤と青の球は本当なら俺の前に現れるはずだったんだ。そう思ったら訳が分からなくなって、気がついたら握ってたよ2つの球を。1つだけ取ればあんなことにはならなかった。おかげでオイラも取り損ねたでやんす究極でプロになって可愛い子ちゃんとウハウハの夢がパーでやんす。一生無理だよお前にはえ、船に練習場なんてあんのみたいな臨床ポイント30、古びた10日、賞金30,000円。おお、いいねー、レベルアップ。厄介な出落ちのここら辺めっちゃ手に入れられるんだよね毎回毎回自己中とか遺跡は島ごと海に沈み、大会に出場した者たちも普段の生活に戻っていた。全ての出来事は時間とともに人々の記憶から失われつつあった。そして高校の野球部に戻った俺は、ボケーッ、何ボケっとしてるんですかパプロさんは。まだ大会のことが忘れられないみたいでやんす。あれから1ヶ月ですよ。新キャプテンがあれじゃ困るんですけどね。まったく帽子もヒーローズのまんまでやんす。それは矢部さんもですけどね。やっぱ帽子だったんだ、ヘルメットじゃないのに。あんな硬そうなのが直撃して、矢部くんの頭大丈夫なのかな。元に戻すには何か刺激が必要かもしれませんね。ちょっとボールを貸すでやんす。キャプテン、いい加減目を覚ますでやんす。ポカッ高級とかマジ痛いからね。いや、それは野球やってる人とかわかるんですけど、俺に何がわかるんだって言われたらそれまでなんですけどねパワープロ、今日はお前の勝ちだ。全然嬉しくないよ、勝てても。泣くなよパワープロ、だってもうお前に会えないんだぞ。今までみたいに一緒に野球ができないんだ。次はプロの舞台で対戦だ。今度さ、プロの前にさ、甲子園で会おうぜみたいな感じの約束じゃないの二人でプロになるって約束しただろ。当たり前だ、それまで誰にも負けるなよナルミ。分かった、約束だ。でも対戦するってことは違うチームってことだろ。そうだな、それだと一緒にいられないじゃないか。あ、泣くなよパープロ。う、目を覚ましたでやんす。大丈夫ですかパープロさん、忘れてた。もしかして記憶をなくしたでやんすかね。あいつはあの時の俺との約束を守ってくれた。一度も負けなかったんだ。おいらの名前覚えてるでやんすかナルミ。おいらヤビでやんす。練習するぞヤビくん。よかったでやんす。地獄の千本ノックだ、行くぞヤビくん。よくないでやんす。突然なんでやんす、急にやる気になるのでやんす。ぐずぐず言うな、行くぞ。近すぎるでやんす。待つでやんす。でクリアおめでとうと。で一応多分上級とかでやるとなんか結末がもう少し変わるよみたいな感じでね、最初クリアした時にあったんですけどそれは多分ね当分先になりますマジ無理だからっていう。せっかくね守備職人じゃなくて魔術師手に入れたんで、まあ最低でも C にはしておきましょう。あとはなんか早急取っとくか。やっぱり怪我しにくさとかね骨後でなんか知んないけど手に入れたんだよな、せっかくだからA にしとくか。敏将が待ってるね。敏将は無理か。J
1ランク上げられない。あ、ちょっと待って、そうそうそう、お金だよお金。アイテムショップ行って、でね、この EX がねやっぱりいいんですよ。5上がるんですよ、5。ってことはこれで強化するか、それかね、この成長バットをね買った方がいいのか。極み系はね売ってないんで、どっちがいいんだろうな。守備成長グラブ買うか、1個1万8000円で。でじゃあプロテインを、守備を2つ買って、あ、1つしか買えないんだ、そうだそうだそうだ。あとじゃあ足も買って、肩も買って、1万8000か。ということはだよ、ということは成長系を買おう、足だな。よし、でショップから出て、これで能力をアップさせるんだ。でまずは守備12345で、特能で、取っておきたいんだけど、12345 12345、一応 B にはできるな。肩かな、まあ、C で止めておくか。12345で、これも C にするでしょ。で12345と、これで1回 OK にして、でアイテム使って足、肩、守りと。でそこから、余ったポイントで特能を買っていくんだけど、まあ、速球は必要と。速球は B にしとくか。で怪我しにくさはせっかくコツを手に入れて、で精神が余ってるんでムード丸取って、1級入魂とかもう絶対取れないしね。精神がやたら余っちゃったな、まあいいか。で呼吸をちょいちょいちょいと上げて、まあこんなもんでいいかな。っていう感じですかね。まあオール C、 まあ特能に振らなければオール C とかはいけるんですけど、まあまだまだ凄まじい選手は作れないですね。という感じで今回の育成は終了というか、まあ今回の最終戦はこれで終了したいと思います。またちょっとね、うまくなっていったらアップしていこうと思いますね。またその時は見に来てください。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次、バイバイ。